水して山頂をつなぐ出会い橋。岡崎市立追平小学校の恒例行事、カルタ取り大会。今年は新型コロナの影響で体育館に全校児童が集まっての大会ができません。そこで登場したのがこのタブレット端末。取り込まれた絵札をタップして取るルールで、一番早くタップした人が札を取れます。地元の歴史や文化財などを読み込んだふるさとカルタが使われ、子どもたちは校内放送で流れる読み札に耳を澄ませ、画面の中の札を取り合う密にならないカルタ取りを楽しみました。いつもは遠くに手を伸ばさないといけないんですけど、今回このちっちゃいこの画面でできたので、すごいタップがしやすくて、一番初めはたくさん取れました。